ランチに行ってきたいと思います。ブラジル料理でステーキがすごい大きいお店があるんで、そこに行ってきたいと思います。楽しみやな、ずっと行きたかったからな。うん、本当だよ。そこな、ランチがすごいコスパいいねんな。そうだ、うん、なん夜はまた食べ放題とか、なんかビュッフェとかそういうのやねん。そうやねん、コースやねん。ビュッフェやって、うん、ビュッフェだ。ビュッフェ。ビュッフェ。せや、あの、質問箱、うん、新しいの来てるね。来てるね。クピコさんは車の運転されないのですか？車の運転を、免許持ってないもんな。持ってないもん。しない。クーピーさんの RF は何年式ですか？17年式ですね。初期型のモデルです。それってさ、17年式って2017年ってこと？うん。じゃあ2年、まあ、3年ものってこと？そうやな、まあ出てワインみたいな。3年まだ経ってないぐらいやな。そうなんや。2年ちょい乗って、走距離が1万9000キロですね、今。うん、好きなお酒は何ですか？好きなお酒。お酒。もう、あなたは？もうビールばっかしやな。毎日ビールやな。毎日ビール。ビールというか、発泡酒やな。グリーンラベルを大量に飲んでます。安上がり。な。甘いやつ。甘いやつ。いちごのやつ。うん、好き。まあ、基本甘いカクテル系やんな。そう。あとは新婚旅行の荷物はロードスターに乗る分だけですか？あ、北海道行った時ですもんね。あ、そうそう。長期間の旅になると荷物も多くなりそうですね。北海道荷物はトランクで収まったやな、全然。うん。ぴったりぐらいって、ぎゅうぎゅう。ぎゅうぎゅうじゃなかったっけ？ただお土産はもう入れへんかったから、最後郵送して。せやせや。もう全然、そんなに荷物多くないんかな。リュック一個と、あとなんかでっかいボストンバッグ詰め込んでいったで。うん。じゃあ。しかもあれもな。しかもキャンプ用品も入れていったしな。うん、うん、せや。それで、だから結構ロードスターでもなんとかいけるってことやな。クーピーチャンネル視聴者の半分はクピコさんファンです。半分クピコファンか。さあ到着。300結構でかいな。でかいね。ちょっか。はい。はい、いただきます。ミディアムレア、うん、いただきます。うん、おいしい。
ちょうどいい味付け。安いやろ。超いいな。これはまた来るでリピートになるで。リピケツ？リピケツですわ。ご飯も美味しい。うん。味小さいけど。うん。美味しいよ。美味しい。うん。あ、合う合う。めちゃくちゃ贅沢やなこれな。うん。うまい。あれもう全部食べた。ありがとう。買わない。ありがとうございます。ペロリですよ。美味しかった。美味しかった。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ腹いっぱいだった。大満足やで、はい、はあ、動きたくない。動きたくない。はい、ごちそうさまでした。美味しかったな。 300g 食べたよな。食べた。これ 400g 食べてる。めちゃくちゃボリュームあったな。 300g であれで1000円やろ。めちゃくちゃ安いな。美味しかったな。ブラジル料理セリアハウス、カレーとかハンバーグみたいなのまた行こうか。次カレー食べる。うん。じゃあごちそうさまでした。